こちらカシオ計算機のブースになっております。一般的にカシオというと時計や電卓などのコンシューマー製品を扱っている会社というイメージが強いかと思いますが、今回は工場向けのプロジェクターの利活用を展示させていただいております。今回展示させていただいている製品が組み込み用のプロジェクター LH200 という機種になっております。こちらの機種を活用して工場内の作業ガイドや注意喚起といったような用途で活用させていただいております。従来では作業をやるにあたって、紙の手順書であったり、モニターに映像を映したものを見ながら作業をするというケースが多かったかと思いますが、こちらのプロジェクターを使うことによって直接物やワークスペースに対して作業指示書や作業指示の投影ができるようになっております。それによってより視覚的に分かりやすく組み立て作業や検査の作業ができるようになっております。こういった活用でプロジェクターを使うにあたり、カシオのプロジェクターは小型軽量高耐久という3つの特徴を持っております。まず小型軽量なので非常に取り付けの幅が広く、さまざまな場所に設置投影をすることができます。また一般的にホコリに弱いプロジェクターですが、カシオのプロジェクターは防塵設計をしっかりとやらせていただいておりますので、そういった過酷な環境下でも長期間安心してお使いすることができます。このような形で製品の作業ガイドや行動ガイドといったような使われ方をしておりますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をいただければと思います。